日本茨城県水戸市南町南町は茨城県水戸市の町名。南町1丁目から南町3丁目まである。郵便番号は310-0021。2010年10月1日現在の面積は0.19674631平方キロメートル。金融機関の集まる地域であるとともに、水戸市を代表する商店街が形成されている。水戸市中央部。 水都市の中心市街地に位置する。鉱石台地の先端に広がる上市の一角をなす。南町の中央部を南東から北西方向に国道50号が通り、その両側に銀行や大型店舗が集中する。特に国道50号の北側は業務系、南側は商業系の施設が多く、歩行者通行量は南側の方が多い。商業では 医療品、靴、カバン、食料品を扱う店舗が多く、周辺のオフィスワーカーが利用する飲食店も多い。国土交通省発表による2014年1月1日、現在の工事地下では、南町2丁目4の35が、茨城県内の商業地の地下で、第5位であるが、前年比5.5%の下落となっている。北は5県町1丁目、大町1の3丁目、 東は三の丸1丁目、南は宮町2の3丁目、倍イ一1から2丁目、西は泉町1丁目と接する。世帯数、人口は2014年5月1日現在、町目は3丁目までしかないが、南町4丁目商店会という組織が存在する。2017年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立の小中学校に通学する場合、南町は、丁目、地万等により、以下のような学区となる。佐竹氏が支配していた安土桃山時代には、南町は、大町、中町とともに町屋であったが、水戸徳川家の配下となってからは、武家町に変化した。完成九年には三十六の武家屋敷が立ち並んでいた。武家町に変化する過程で、商家は玉町へ移転、寺院は、 慶長六年に、新言草園雲蛛院など三寺院が泉町へ、寛営元年から同八年にかけて残る寺院も、田町へ移転した。この大規模な移転事業を、田町越といい、大町、中町、南町は、城下町の中心となる。泉町との境界には、各門が置かれ、時代により、荒町出口、荒町、見つけ、泉町見つけと名を変えた。水戸城下には、 南町に隣接して、裏南町もあり、南町と同じく武家町であった。李南町は、元独三年の例で、南町から分離した片側町である。幕末には、商工乾燥祭の藍沢清司祭が、四塾、南外塾を開設した。李南町には、天狗道主領のたまる稲の獲物が屋敷を構えた。明治時代になると、商人の移住が相次ぎ、 南町は商業地に戻った。武家はすべて転居したという。武家町から商業地への転換は、1886年の水戸大化を契機としたものである。一方、利南町は住宅地となった。1889年に水戸駅が開業すると、南町と水戸駅の間に銀南坂が開通した。茨城新聞を発行する茨城新聞社の前身である。 茨城新聞社は1891年に南町で設立され、新聞、茨城は茨城県の弁論会の中核を担うこととなった。1921年には下市から常磐銀行が移転し、1935年に50銀行と合併して常用銀行となった。1924年、市内電車の水品電車が東佐久町から 郵便局前まで部分開業した。1927年には、大区町まで延長し、水戸駅から南町を経て大区町方面へ抜ける、通りが、水戸市の都市軸として定着した。1966年4月1日、住居表示の実施に伴い隣接する町を編入して、南町1の3丁目を設置し、南町の一部が、泉町一丁目となった。リ南町は、 全域が南町となり、南町2丁目及び3丁目となり、その名は消滅した。1971年に東高ショッピングセンターが、1973年に南町2丁目商店街振興組合の誘致によって大英ミト店が開業する。東高ショッピングセンターは1980年にユニーミト店となるが、1993年に閉店し、後地利用が、 中心市街地における懸念事項となった。2005年には大英ミト店が撤退するも2007年に民間事業者がミモとしてリニューアルをオープンさせた。しかしミモは東日本大震災による被災と耐震性の問題から2013年4月に閉鎖2014年現在宝霊弁が分譲マンションを建設する予定である。総数、個数、または世帯数、 人口、南町には5つの商店街が存在し、うち3つの商店街が法人格を持ち、水戸市内の商店街では最も活発な事業を展開している。特に南町2丁目商店街振興組合と南町3丁目商店街振興組合の活動が顕著である。南町2丁目商店街振興組合は1972年に、 茨城県発の商店街振興組合として発足し、1987年にイタリアボローニャのボッテゲラデラピアッツァ商店街と有効提携を締結し、イタリアをイメージした街並み形成を行っている。南町三丁目商店街振興組合は1976年に発足し、ストリートギャラリーやハーモニーホールの整備を行っている。隣接する泉町と比較すると、 若年層に特化した店舗が多いのが特徴である。例えば、南町三丁目商店街振興組合は時計、靴、カバン、衣類などの買い回り品を扱う専門店が多い。つくば銀行未都営業部。ありがとうございます。